秀吉ですども、今日はですね、今日はというか今日はベーコンと、はい、ウインナー、美味しいウインナーの、はい、アボカドマスタードハニーソースでちょっとやっていきたいと思います。はい、でベーコンはですね、ちょっとこれ見てください、わかりますか。はい、かなり厚切り、超厚切りを買ってきました。1センチ以上は、ちょっとこれ斜めなんですけど、1センチ以上の厚切りとですね、はい、ちょっと焼肉ぐらいの、はい、ベーコンを2パターンちょっと買ってまいりました。でこれウインナーですね、僕の好きな、はい、この白いちょっとハーブが入ってるような、はい、これスーパーブーという、はい、ウインナーなんですけども、まあ、ウインナーもお好みでね、もうシャウエッセですとか、はい、アルトバイエルンとか、本当はもう、ね、本当は無添加のベーコンとかウインナーがいいんですけどもね、体にはまあたまにはこれがいいでしょう。でですね、これをまず、これを焼いていきたいと思います。焼いてる間にハニーマスタードソースをですね、ちょっと作っていきたいと思うんですけど、この厚切りのベーコンはですね、すみませんね、厚切りのベーコンはですね、ちょっと細長くこういう感じで、細長くこういう形で長方形ですねに切っていきたいと思います。で、はい、ちょっと焼いていきたいと思いますので、はい、でこんな感じで、も全部もうウインナーもベーコンも全部厚切りも薄切りも全部入れちゃいました。はい、こんな感じでですね、はい、ちょっと炒めて、もう一緒に、はい、炒めていきたいと思います。でその間にですね、はい、ハニーマスタードをいつものように、はい、今日アボカド2個でございます。でここにですね、はい、マスタード、はい、この1:1の割合でいいと思います。でも今日はトーストなので、蜂蜜をちょっと多めに、はい、蜂蜜をちょっと多めに入れていきたいと思います。もうこれはもうお好みでもういつもお好みで、ではい、これオリーブオイルを入れていきたいと思います。でね、家庭にこうめんつゆとか醤油とかいろいろあるじゃないですか。こう例えばですね、はい、納豆についてる醤油とか、もうこれが余ってたら、もうこれでこれも全然いいです。こうやつも使っちゃってください、もったいないので。で今日はこのめんつゆの残ってるのをちょっと入れていきたいと思います。はい、全然もったいないので、今度全然使えますので、はい、ちょっと混ぜます。で油はもう引いてません。ベーコンからも油がいっぱい出ますので、はい、油がベーコンからいっぱい出ますので、油なしでも全然いいです。アボカドはこう潰しながらで、まあ、細かくカットもしてあります。でちょっとこの醤油を強めにするのか、アボカドを強めにするのか、蜂蜜甘い方がいいのかは、ちょっとお好みで味見しながらやってみてください。はい、味見しながらで、はい、いやもう本当にお肉に合いますので、はい、肉に合いますので、このソースは、はい、ハニーマスタードはもうお肉に最高です。ベーコンとかにも最高です。はい、でちょっと味見をしていきたいと、うん、ああいい感じ、はい、いい感じです。蜂蜜に、はい、ちょっと蜂蜜に合うような、こんな感じで、はい、合いました。はい、でちょっとこれをもうウインナーとベーコンを、はい、ちょっと炒めていきますので、
はい、今日1週目はですね、パンにこれ1個のさっきのハニーマスタード、アボカドハニーを、はい、これはまたトーストに、はい、塗っていきたいと思います。で、これをちょっと、はい、ベーコンを焼いている間に、トーストをですね、ちょっと焼いていきたいと思います。ちょっとこれはですね、はい、焼いていきたいと思います。ダブルソフトの全粒粉を買ってきました。はい、おいしそうでご用意しました。はい、でこんな感じでトースト2枚焼いていきたいと思います。はい、できました。じゃじゃ、こんな感じでまずですね、はい、ベーコンウインナー焼き上がりました。こっちがですね、あのちょっと薄い方と分厚い方とウインナーですね、こんな感じちょっと並べました。ちょっとあの使い道が違いますんで、はい、でですね、あのサニーレタスですね、こちらちょっと用意してあります。で今トースト、はい、ハニーマスタードトーストが焼き上がりました。でですね、はい、これはですね、はい、こんな感じでですね、はい、よいしょ、違う、よし、はい、こんな感じで、これはですね、まあ、トーストはですね、薄い方のこうベーコンを使いたいと思います。はい、薄い方のベーコンでいきたいと思います。そうですね、お肉にも乗せてください。はい、トーストはこんな感じでベーコンを、はい、敷き詰めますですね。はい、ハニーマスタード、はい、でですね、ちょっとこれ僕はトマト好きなので、トマトの、はい、ミニトマト、レタスをですね、こんな感じで乗せまして、はい、でちょっとこうサンドいたします。で半分に切ります。よいしょ。そうどうかな。こんな感じで、はい、ベーコンバージョンができました。はい、ベーコンバージョンができました。こんな感じでございます。トマトがちょっと落ちちゃいましたが、はい、でですね、あともう一個ウインナーとかはどう使いたいかと言いますとですね、ウインナーはですね、こう使っています。これ、まあ、はい、サニーレタスにですね、ちょっとこのベーコン、厚切り1センチをですね、ちょっとこれ巻いてきまして、もうあとお好みで、もう取り入れてください。お好みで、はい、入れてですね、はい、トマトも入れまして、はい、でこれで、はい、ハニーマスタードのアボカドをこう垂らしていくわけで、こんな感じでになるわけでございます。ちょっと塗りすぎちゃったかな。でこんな感じでパクッとパクッといくわけで、これで完成でございます。はい、サンドバージョンとこれ、ね、はい、野菜巻きバージョンで2パターンでいきたい。でウインナーはですね、こっちのね、あのサニーレタスバージョンで使いたかったので、ちょっとウインナーをね、美味しいウインナーを